マルキーズ諸島のファトゥイバ島にあるタウリンは、乱されていない、天然資源の一例である。森林は人に木材を、植物群と動物群には食料、水、住み所を提供する。生物間の養分循環が、食物連鎖と種の多様性を形作っている。マレーシアのキナバル山にあるカーソン滝も、乱されていない、天然資源の一例である。滝は、 人と動植物が生きるための湧き水を、そして海洋生物のための生息地を提供している。水流は水力発電のタービンを回すのにも用いられる。太陽は天然資源の一例である。波浪は再生可能エネルギーである。波力発電に用いられうる。海水は生塩や海水淡水化にとって重要であり、深海魚に生息地を提供している。海には 海洋生物種の多様性があり、養分循環にありふれている。シベリアの露天ダイヤモンド交渉である、ウダーチナやパイプの光景。被災性天然資源の一例。天然資源とは、人類のあらゆる行いの外に存在する資源である。人類の行いには、商業的及び工業的使用、美的価値、科学的関心、文化的価値といった、 すべての価値ある特性が含まれている。地球の天然資源には太陽光、大気、水、地、及びすべての植生と動物の命が含まれる。ファトゥイバ島のウリンなどの特定の地域はその生態系にある生物多様性と地質多様性によって特徴づけられることが多い。天然資源は異なるやり方でさらに分類されることもある。天然資源は 環境の中で見つけられる材料と構成要素である。人が作ったすべての製品は天然資源から成り立っている。天然資源は炭水、空気、および魚などあらゆる生き物のように独立して存在することもあれば、また金属鉱石、肥土類元素、および大半のエネルギーのような資源を得るために加工処理せねばならない形で存在する場合もある。 天然資源の配分をめぐっては世界中で多くの議論がある。これは不足と欠乏が増している自分には特にそうである。ありがとうございます。